どうも、ラビットラの松本です。ラメです。さあ、はい、今回も、はい、ゲスト企画なんです。来ますね。最近よく来ますよね。はい、たりきでも我々もいつの間にか。新しい風で、はい、いいじゃないですか。で今回はちょっと、はい、僕と、うん、渡辺さんと、はい、ゲストで、うん、ちょっとお料理しようと。今日のやつに関してはね、私は特に楽しみです。はい、ちょっと何を作るかと言いますと、はい、今回は、たこ焼きを作ります。で、たこ焼きといえば、はい、大阪吉本漫才劇場1、いや大阪吉本のタレント1、いや全吉本タレント1と言っても過言ではない、はい、たこ焼きのスペシャリストを呼んでます。そうですね、はい、片手間に芸人やってるようなもんですよね。それは本人に聞きましたけど。でも、はい、漫才もしっかりやるし、漫才もしっかりしてます。面白いし、はい、たこ焼きもすっごいプロフェッショナルと、はい、もう今日はあげますね。だいぶあげますね。いやでももう今日は成功間違いなし。あ、そうですね、はい、じゃあ早速じゃあお呼びしたいと思います、はい、お願いします。松之助の西村くんです。こんにちは。出た、かわいい西ちゃん。ありがとうございます。ありがとう、今日。いや、本当に。出にくい。聞いてましたけど。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。そんなもう。西村くんは、はいはい、松之助の西村くんで、ありがとうございます。松之助というトリオの、はい、一番、左担当。はい、お客様からしたら左担当ですね。はい、ボケ、ツッコミとかじゃないの。左担当。あんま言わない、その、うん、左右の中で。そんな、スロットちゃうねんから、わしは。ツッコむな。で、今日、西ちゃんに、ちょっと、力貸していただきたいな。ええ、そんなもうとんでもございませんよ。だってはい、ずっとたこ焼き屋さんでアルバイトとかしてたんですよね。そうです、もう10年やってまして、道頓堀ですね。で、今吉本興業のプロジェクトでやってる、はい、たこ焼き部、はい、っていうので、うん、お店も出してると。そうなんですよ。NGK の下で。はい、そうです。で、そこでもバン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 やったりもして、はい、なんか後輩に教えてあげてとかっていうのやってるでしょ。はい、もうそのアルバイト時代なんかでは、僕はアルバイトだったんですけども、はい、社員さんと一緒にもう出張とかに行きまして、うん、もう台湾に行って台湾の現地の子に教えるとかしてた。台湾、はい、はい、台湾行った、はい、日本代表。パスポートを使うてるんや。はい、パスポート、自分です、ね、まあ本当にその自信はすごいですね。もう本当に普通謙遜すんなよ、こういうのって。自信はすごい。みなぎってるから。競馬とたこ焼きやったらどっちの方が違う？たこ焼き。あ、もう滑った。最高です。たこ焼きです。はい。で、今回はだから、ちょっと、西ちゃんにね。あ、そうですね。僕電話してね、一回。そうですよ。僕らはまだ別でラジオで。あ、ラジオか。そうですよ。ラジオで。すいません、すいません。お世話になってます。競馬。はい。教えてもらうっていう。そう、全のっかりの。全のっかりの競馬企画をやって、そうです。全外し。全外し。やっぱその、はい。うん、男なんでね。ちゃんとやってほしい。今日は。あ、ちゃんとやりましょう。悔しいのがまだ残ってるんですよね。残ってます、ごめんごめん。だから、その、市販の、たこ焼き、はいはい、こうあるじゃないですか。はい。普通の人がやる。はいはい。あれでも、めちゃくちゃワンポイントっていうか、はい、なんかやれば、美味しくなるよみたいなのがあるでしょ。もちろんございます、それは。そうですけど、やっぱり教えてほしいの。そうですね。業務用とかはもうせこいじゃないですか。そうですよね。そう、なんか、だしとか取るんですか？ほんまやったら、薄力粉から作りたいんですね、本来は。あ、一番なんもない、その、メスの粉なんです、薄力粉。そっからだし炊いて、そのだしを、言うたら、研いで。たこ焼き粉しか知らんわ。一般の人はたこ焼き粉からやから。まあ、それでもちょっと、それちゃんと。でも全然もちろん。でもなんか、なんかそアップグレードじゃないけども、なんかちょろっとやったらさらに美味しくなるよみたいなの、まあ、それもちょろっとあるんですよ。全然教えます、全部。はい、もちろんバズるんじゃん、これ。バズるんすか。初バズる。そうね、俺ら初バズるんですか。いや、もうほんまこれでバズらんかったらはずですけどね、逆に。こんだけ言われてて、こんだけ上げてもらう。逆にバズらんかったら、俺西ちゃんに恥かかしてるの。いやいや、そんなことない。俺らが悪いこと。そんなことはない。いやいや、とんでもないです。じゃあちょっと、はいはい、もうやっていきますか。あ、もう行きますか。せっかくなんで。はい。わかりました。じゃあちょっと今、このご時世なんで、はい、ちょっとなんか装備を。装備しましょう。つけていきましょう。はい、ね。はい。まあ、ここは別に、ね、ここは、はい、普通、笑いどころでも、なんか、はい、本当にね。全員おもんない、今。おもんないとかおもろいとかで使えるやつじゃない。はい、オッケー。安全のためにね。うわぁ、めっちゃ見にくいな。ちょっと見にくいですけど。まあでも、こういう状態で。そうですね。
やっていきますか。ちゃんとね、本当に僕レベルになったらもう民でもできるんだよね、賞味。すごいな、侍やん。侍、侍とってください。たこ焼き侍、たこ焼き侍。ぐんぐん自分でハードル上げていくから。じゃあ、はい、いきますか。たこ焼き、はい、作っていきましょうか。いきましょう。それじゃあ、レッツ、はい、たこ焼き、さっき言っといたんですよ。やるとは思わんかった。さあ、はい、準備できました。ありがとうございます。じゃあ、はい、じゃあ早速、はい、やっていきましょう、西ちゃん。はい、まあ、早速なんですけども、はい、これありがとうございます。こちらの、これ、えんたこさん。はい、こちらを絶対に使ってほしいです。あの電気のがあるじゃないですか。ありますね。あんなんでたこ焼きはしないでください。あ、大体でもあれですよ。あれでもいいんですよって言うんか思ったら、うん、あれはダメですって言うタイプ。本当やな。いや、すみません、本当にメーカーさん、すみません。絶対これの方が、うん、結構火加減むっちゃ大事で。なるほど。ほんまで言いますと、うん、できるだけ一番強いので焼きたいんですよ、最後まで。これあるならこれの方がいい。あるならこれの方がいいなっていうので。なるほど。ね、これで。はい。変わりました。じゃあ、まあ、生地を作るんですけども。はい。まあ、普通の。はい。市販の。市販の。はい。なんでこれやったらね。粉ですね。はい。250に対して800。500g。はい。半分。半分ぐらいですね。うん。OK です。わかりました。全然計量とかはいらない。計量なしで大丈夫なんですけど。ほんなら。なしで大丈夫。大丈夫です。この。感覚でいけるんですね、私の場合は。でも皆さんはちゃんとこれより測って。これ通りにもちろんやってください。はいはいはい。測ってもらって。じゃあ、西ちゃんはもう測らんでもいいんや。僕は測らなくていいですけど、本当に皆さんは、はい。偉いことなんです。そうですよね。はい、あれです。あれです。一旦ちょっと普通に粉から入れます。はい、はいはい、はい。で、これやったら、まあ一応、まあ、半分入れたら800の水なんですけど、はい、まあ、ちょっと500なんで、これが。はい、だから、さらに4分の1にしましょうか。なるほど、なるほど。ね。そうですね。はい。だから、こんなものです。はい。大体で分かるんですね。こんなもん、4分の1です。はい。はい。ありがとうございます。で、そうすると、今の800って書いてあるんで、400ですよね。はい。はい、で水入れますよ、まあ。はい。ここで。水もこれ、はい、もう目分量になってしまいますけども。あ、これ大丈夫です。これ、これ、あ、700や、これ。500は持ってました。いいよ、今。いけんの？それで、ほんまに測ってないやん。いや、ほんまに大丈夫なんですよ、これ。いや、測らなあかんって。いけるんですよ。測ってくださいね。いや、測る、俺は測るよ。ね、僕は測らんでもいけるんで。OK です。これですね。なんでこれで止めたん、逆に。800でしょ、これ半分に対して、うん、4分の1なんで、つまり400でいいんですよね、うん、これ700やから、大体4分の1ですよね、うん、あ、7分の4でいいんですよね、はい、700だから、うん、面白いか危ないちょっと、さちょふざけてないいや、ふざけてないほんで、ここからがポイントなんですけど、まさか700やと思うんかな、そうなんですよ、500は持ってたんですでね、もう混ぜてるやん、はい、一旦この生地と水だけでちゃんと混ぜてほしいんですね。あ、卵入れずに。あ、卵なんかさっき言ったらダメですよ。プラシーバス他にその卵一緒に入れちゃう。卵一緒に入れちゃう。あ、やめてください。なんでなん？え？いや、そのダマがダマになっちゃうでしょ、その先に。あ、そうなんや。だから先に水と粉だけで混ぜるんです、うん、これポイント、かなりポイントです。なるほど。今こんなことはもうポイントじゃないと思ってました。ごめんなさい先生、ごめんなさいあれちょっと、ちょっと待ってください先生、ごめんなさいそんなやめてください先生、ちょっとこの素人のもんで、まず水と本当に粉で、はい、一旦混ぜていただいて、はい、ダマがなくなるまで混ぜます、はいはいはい、でダマがなくなった時初めて次卵を入れますね、ちょっと混ぜとこうか俺、あ、いいですか、なんか準備、はい、で卵なんですけど、多分ここに書いてるのはそれに対して2個なんですよね、はい、今1個でやらせてもらいましょうか、4分の1やったらね、そうですね、はい、ちゃんとこうダマがなくなってから、そうなんですよ、一緒にねやってしまうと卵こんなシャバシャバつなぎの役割をするんですね、はい、卵が、だからダマのままつながってしまって溶けないんですよ、なんで味も悪くなってしまう、味も悪くなってか、まあこの食感ですよね、うんうんうん、ちょっとなんか粉っぽいなみたいなのがそうなんですね、はい、へー、あ、ありがとうございます、どうですか、あ、いい感じです、あ、やった、はい、やってるやん
やってるやん、はい、いい感じです西ちゃんとようたこ焼きパーティーですよ友達減るやんはい、いけ、これで、いきます、いきます、もういきますで、これ卵入れますよね、はい、で、このままこう入れたらこのパチャンってなるじゃないですか、はい、だからここの混ぜるやつの上に落としてくださいね。おー、あ、落ちない、うわすげえ。これででも結構さ、これシャバシャバやからさ、シャバシャバやな、めっちゃ大変じゃないかも。ありがとうございます、おかげさん。めっちゃ思うんですけど、その結構ドロドロじゃないですか。俺もっとドロドロのイメージ。ダメなんです、それが皆さんの間違っているところなんですね。違うんですか。これ実はですね、もう今ちょっと言おうとしてたんですけど、はい、できるだけシャバく作るのがポイントなんですね。できるだけシャバくそう、できるだけシャバく作るのがポイントなんですけども、はい、シャバすぎたら実際に焼けないです、今おっしゃったように、うんうん、で、だ気持ち少な、え、気持ち多め、ちょっと多めってこと、水分、お水書いてる料理、さっきのやったら、これ半分が、250か、はい、250の粉に対して800って書いてるじゃないですか、はい、1000ぐらい入れてくれる、え、あ、そんなに入れていいんや、はい、でも、確かにその難しくなっちゃうんで、はい、まあ100ぐらいでもいいんで、ちょっと多めにやった900とかでもいいってことか、はい、いいです。で、その、増やすプラスの量、お水じゃなくて、こちら牛乳でいっていただくのが一番いい、はい、牛乳、牛乳、そんな入れたらあかんやん、そんなの入れていいんです、これはまたスイーツなるやん、スイーツにならないです、ここまではいかんやん、スイーツにならないです、これがマジで、マジで、マジで牛乳を入れたら良くなるの、良くなる、良くなります、全然違う、やっぱりこの良くなるというか、はい、別に本当に変わんないんですけど、ただその変わんないよ水でいいんですよ別に、うん、ね、ただその出汁の香りとか風味を引き立たす力があるんで、牛乳、なるほど、お前また測らん気か、測らないです、うわめっちゃシャバなるんじゃん、でこれぐらいです、だからさっき言った、はい、800に対して1000入れるんであれば、はいはい、100プラス水で100牛乳でもいいですし、200牛乳でもいい、なる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 、はい、はい、まあでも大体それは大体なんで、はい、お好みで、お好みで、でもできるだけシャバく作った方が美味しく、え、めっちゃシャバシャバ、どうですか体験した、僕はですね、このはいはいはい、これでわかりますね、このこれでコーンポタージュの方がドロドロしてるまだ、うん、そうですね、うん、気持ちトロッとしてるぐらいね、ちょっとトロッとし、うん、なるほど、はい、え、これでもう一応生地はもう完成、完成ですか、うわー、あ、うわー、やばい